こんにちは、ひさきです。本日は開始名から一軍コア戦力になった選手についてお話ししたいなと思います。少し前にもなりますが、パート1でも多くの選手について紹介、そして今回パート2でなるべく多くの選手を網羅していきたいと思っていたんですが、まあやはり今回お話しする選手かなり一軍経験が長い選手で、まあいろいろと削ってはみたんですけど、どうしても一人当たりが長くなってしまうんですよね。なのでパート3まで作らせていただいて、今回パート2で、まあ、一部選手をお話しさせていただくという形にさせていただきます。で、以前もお話しした通りではあるんですが、今では支配下指名の後の指名でもある育成指名があったり、最下位指名くくりにすると4位指名が最下位という年もあったり、まあ、選手がもっともっと増えてしまうんですよね。で、5位も相当な人数がいて、今回は6位以下の指名選手についてお話ししたいなと思います。まず1人目、宮崎選手。大学時代全日本に出場、打撃は期待も大きかったんですが、なかなか社会人でのプレー先が見つからず、就職活動に苦労され10社以上に落ちてしまったそうです。その中でセガサミーが獲得し、そこから打撃で存在感を見せドラフト指名。1年目から2軍で3試合連発など目立った活躍もあり、1軍でも初本塁打を記録。しかし翌年は守備のバント処理の場面でまずいプレーもあって、1軍では5試合のみでした。ただ2軍では3割10本を記録するなど、まあ、年齢としては少し上ではありましたが、有望株として注目は高かったです。そして翌年1軍でセカンド、サードとして多く出場機会をつかむと高い打率を記録。最終盤に怪我もありましたが、多く出場すると2016年には100試合以上に出場。セカンド、サード、ファーストと流動的でユーティリティ的ではあったんですが、3番、5番としてチームを引っ張ってみせ、28歳近辺で一気に成績を上げた遅咲きの選手でもあります。そして17年は5番として定着。筒香選手、ロペスとチームを引っ張り、1日5安打、満塁ホームラン、3者連続ホームランサヨナラに貢献など、高い打率だけではなく長打も多く放ち、三振しない打者としてチームの顔の一人になりました。そして最終的には首位打者を獲得。盗塁は通算0ながら、首位打者というのは歴代初だったそうです。ベストナインにも選出され、一気に知名度を上げ、コアになってみせました。そして翌年には完全定着し、ほとんどフル出場。怪我人続きの中で周りの打者が苦しくなっていっても、彼は打ち続け、キャリアハイの28本。オールスターでも本塁打や2年連続の3者連続本塁打に貢献し、ゴールデングラブも獲得しました。19年は当初不振でもありましたが、中盤に復調。しかし骨折もあり厳しいシーズンで、最終盤の優勝争いのところで、まあ彼がいないというのは苦しいと思われていたのですが、驚異的なスピードで復帰。最終的には2割8分4厘とまずまずなど規定到達。まあ本当に頑丈さというか、多く出場できていることが一番いいところでもあり、その中で打撃で結果を残してくれています。そして20年、21年ともに多く出場し、まあ、守備範囲が少しずつ狭くなっていると言われることもありますが、その範囲の中でエラーをしない堅実な守備と、もともと柔らかい打撃、パワーに関しては、まあ、さらに円熟しているというか、まあ、レベルは上がってきているような感じがするんですよね。今季は FA 獲得、そして6年契約で残留。田中選手や坂本選手らと同世代でブレイクしたのが2017年、まあ、28歳くらいのブレイクと考えると、かなり遅咲きではあったんですが、40歳シーズンくらいまで契約をつかみ取った、まあ大逆転と言えるのかなと思います。そして岩崎選手。1年目に1軍で先発として初登板勝利。ルーキーの梅野選手とバッテリーを組み多く先発。最後まで1軍で起用とはいかなかったのですが、1年目から1軍で90イニング投げることができました。翌年は先発として多く投げたものの、連打や通打が目立ち、5連敗など1軍で投げ切るということができませんでした。終盤には完投など3連勝も、借金7と、このシーズンも1軍のローテーションで完走するということはできませんでした。そして16年には怪我で1軍定着ならず、そしてチームの中継ぎ課題などもあってリリーフに配置転換。ただここから彼の内容が良くなってきます。まあ今季苦しい中継ぎ陣でしたが、もともと阪神は他球団で苦しかった中継ぎ投手などを再生してきたり、2軍で投手陣がかなり経験できていて、まあ育成的には充実というか、戦力層的にはかなり厚いとも言われていました。その中で必ずしもホールドシチュエーションではなかったんですが、60登板以上投げ、防御率は2点台を記録。18年は4点台も60試合に登板。チームに欠かせない左腕リリーフの一人になることができました。
そして19年抜群の安定感。ただシーズン前には肘の怪我、さらにシーズン途中にはインフルエンザにかかってしまうなど予期せぬ離脱が多かったです。それでも終盤には失点が少なく、中継ぎ陣で離脱者が出ても彼が埋めてきて防御率は 1.01。 最終的には1点台ではありましたが、0点台をかなり長く続けることができ、クライマックスシリーズでは2打もありましたが、彼の存在感というのは相当なものがありました。20年は怪我で出遅れで心配、いきなり開幕戦で避難も、その後は1軍で多くリリーフとして登板、大役守護神としても登板したり、リリーフで40試合に登板しました。今季もセットアップとして期待されていたのですが、中盤には疲れからか失点も目立ちました。特に今季はリリーフ課題で、彼とスアレスの負担が相当大きかったんですよね。オリンピックに選出された時には疑問も言われていましたが、結果で答え、その後は1軍で復調、2位に大きく貢献してくれました。スピードは140キロ後半も、独特なスライダーや低い角度から投げ込む投球でチームを救ってきました。来季以降も期待したいセットアッパーかなと思います。そして中川選手、今や巨人のセットアッパーとなった左腕ですが、当初は少し期待値も低かったです。1年目には2軍で14試合で 43.1 回、6勝1敗、防御率 2.49、 40三振と多く三振を奪い、2軍で完封勝利をマーク。1年目の1軍では2試合のみでしたが、2年目には1軍で18試合に登板、先発1試合、そして中継ぎとしても登板しながら、四球4と制球力の高さを見せ、翌年は1軍でセーブ、ホールドを記録も、防御率は5点台と失点が目立ってしまって、31三振ながら7被弾など痛恨の失点も目立ってしまいました。その後独特のフォームに転向すると、19年には1軍で定着し、開幕から接戦での起用が増えていきます。当初は16試合無失点など開幕から安定感を見せると抑えとしても起用、ただかなり起用が増えていったことで彼も失点が目立ちました。デラロサが入ったことで彼がセットアップに起用され、67試合に登板し、抜群の安定感で優勝に貢献、日本代表にも選出されました。翌年も投手抑えと中継ぎで勝利の方程式としての起用も最終盤に離脱、そもそも中継ぎ陣の起用がかなり流動的で、防ぎたかった起用も多かったのか、彼が離脱してから勝利の方程式がかなり崩れてしまいました。もちろん巨人の中で欠かせない存在ではあるんですが、21年も日本代表に選出されながら怪我離脱、夏場に復帰して火消し、勝利の方程式的に起用され、さすがの内容ではありました。間違いなく巨人に必要な存在ではあるんですが、彼をもう少し大切にというか、毎年怪我離脱もあるので、なんとか起用を整理して適切な形で最後まで彼を離脱させずに戦っていきたいところかなと思います。そして佐野選手、先日の5年前ドラフトでかなり詳細にお話ししたので手短にさせていただきます。最下位指名ではあったものの、1年目から2軍で11本放ちアピール、1軍では0割9分5厘ではありましたが、安打を放ち、翌年は代打等で73試合で2割3分5本、4二塁打14打点、 OPS6 割2分7厘と1軍で結果を出してみせました。そして19年以降は1軍代打に加えて主軸、特に筒香選手が2番として起用された日などでは4番として起用されたり、2桁本塁打、高い適応力を見せ1軍の戦力となることができました。筒香選手の移籍でキャプテン、主砲を任されたのですが、その中で彼は結果で応えてみせます。当初は1年間活躍した実績がなかったので心配も強かったんですが、安打量産、塁打20など長打も多く放ち、主軸としてチームを引っ張ってみせました。最終盤には怪我も、首位打者のタイトルを獲得、最下位指名から規定到達というだけではなくタイトルを取ることができました。そして今季は一時期得点圏、返す打撃で苦しかったところはありますが、最終的には3割、守備でマイナスを出してしまっていることや、外が不振でも替えが効かなかったことで、今後佐野選手、オースティンをファースト、外野で太田大志選手を入れるということができれば、さらに DeNA の打撃陣厚くなっていくんじゃないかなと思います。そして谷本選手、社会人経由でプロ入りすると早い段階で1軍初勝利、当初は2軍でも苦しかった試合が多く、被弾など圧倒的な結果とはいきませんでした。ただ2021年、チームの中継ぎ陣が強力だったからこそ、勝利の方程式的な起用ではなかったんですが、1軍で多く投げることができ、安定した成績を残すと便利屋的に起用。12年は先発含め便利起用で好投し、あまり先発で勝利とならなかった試合が多かったんですが、優勝に貢献。あまり目立たなかったとしても、彼のような存在がチームの穴を埋めてくれていると言えるのかなと思います。
そして2013年も先発中継ぎを流動的に起用されていて、縁の下の力持ちという形ではありましたが、戦力として必要となっていました。そして14年一軍のリリーフとして安定感、1年間リリーフとして多く投げ切り、リード接戦でも登板し、これまでより立場を上げることができたかなという印象があって、 CS 進出に大きく貢献しました。そして15年16年と1軍でセットアップ的な起用となり、2016年には優勝に大きく貢献。この年中継ぎ陣強力ではあったんですが、増井選手が先発転向したことと、勝利の方程式クローザーだったマーティンの離脱などもあって、最終盤にはクローザー的にも起用があったり、胴上げ投手となることができました。ただその翌年 FA 権を獲得し、オールスターに選出など結果を残していたんですが、まさかの金銭トレードで中日に移籍。オールスター出場ながらトレード移籍というのは史上初だったそうです。ただ中日では苦しい登板が目立ち、2軍でも三振を奪ったんですが、苦しい内容が目立ちました。そして19年は投手連続無失点など安定感も、中盤以降は痛打が目立ち、1軍に食い込むことができませんでした。しかし2020年中盤から1軍起用、当初は期待が低かったところもありますが、火消し対右等で起用され、結果彼がいたからこそ先発の早めの火消しというか、早めに下ろしてピンチで谷本選手が行って勝利の方程式につなぐということができたのかなと思います。そして今期も火消し登板、対右被打率1割4分3厘、ランナー1塁2塁満塁時ではヒットを打たれておらず、得点圏被打率は2割、少し中盤以降は疲れもあったかなと思い、その後体調不良を訴え、その後しばらく情報がないまま2軍でも登板がありませんでした。終盤にはリハビリ組に復帰も、1軍復帰とまではいきませんでした。ただ時期的に木下選手のこともあったので、かなり情報がないことで心配もされていました。ただ来季からも期待したい頼もしい戦力です。谷本選手に関しては身長が低かったことなどもあって、当初は注目度が低く、日ハム時代では当初先発中継ぎなど便利起用でしたが、勝利の方程式として貴重な戦力で優勝に貢献。トレード移籍後は苦しかったんですが、今は火消し対右で結果を残し、復活も遂げています。21年は体調不良もありましたが、安定感を見せたシーズン、22年万全な姿で投げていてほしいです。そして戸郷選手、高校時代2年時に甲子園出場も、3年では出場ならず、日本代表との壮行試合で出場し開始名、1年目の2軍では11試合で42回4勝1敗防御率 3.00、 44三振10四死球とまずまず投げ、多く三振を奪うことができ、最終盤の優勝がかかった大一番ではプロ初登板。かなり驚きの起用でしたが、4回無失点、延長の末勝利となり、彼のデビュー戦で優勝決定というすごい試合でした。CS でも登板、ただ日本シリーズでリリーフ登板も失点がありました。それでも高卒1年目、開始名ながら早々に登板することができました。2年目の開幕前、少し先発全体が苦しくなっていたところもありましたが、開幕が遅れた中で結果、そしてローテ入りすると、開幕3連勝と結果を残し、新人王候補に名前を挙げるほど先発として結果を残します。中盤に失速もありましたが、最終盤には完投未遂など2点台をキープし、100イニングを投げることができました。日本シリーズでもリリーフ登板、そして今季もローテの柱として期待され、多く登板も立ち上がりか中盤まで完璧ながら突然崩れてしまって、その後崩れた後に立て直せず、前半戦は多く勝利ながら最終盤は勝利を挙げられませんでした。もともと引っ張りすぎた起用だったり、その苦しい中で中5日4日と起用され、負担もかなり大きく、批判にもつながりました。彼に勝ちをつけられず2桁勝利を逃してしまったんですが、それでもここまで早い段階で多く投げられていて、2年連続9勝というのは、彼にとっては悔しくもあると思いますが、一軍の戦力として考えられている存在かなと思います。想像以上に多かったので、パート2に収まりきりませんでした。特に実績豊富で長く一軍でプレーされている選手が多くいますので、パート3まで行かせていただきます。今季谷本選手はかなり心配したところではありますが、とにかく大ごとでなくてよかったと言えるのかなと思います。今育成選手から一軍主戦ということがあるので、そこまで珍しくはないと思いますが、開始名から長期戦力の野手ってかなりレアなんだなということを感じます。だからこそ宮崎選手や佐野選手、そして杉本選手の凄さというのを感じるところです。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。